寺坂吉右衛門の逃亡、直木三十五作。一、肌水けの金を分けると蔵之助が言った。大高源吾が風呂敷包みの中から紙に包んだものを出して自分の左右へ、順にと言って渡した。人々は手から手へ金を取り継いだ。言語が、四十四、四十五、四十六、と言って、その最後の一つも自分の右に置いた。蔵之助の後方に座っていた寺坂吉右衛門は、さっと顔を赤くしてうつむいた。と同時に、蔵之助が、これで有金残らず始末した、と言った。吉右衛門は悔しさに、爆発しそうだった。士分以外のただ一人の下郎として今まで従ってきたが、この間際になっても俺を身分違いにするのか、と思った。悲しさよりも憤りが熱風のように頭の中を吹き回った。俺の心がわからないのか。そんならもう仇討ちはよしだ。それとも、わかっておるか、太夫。わかっているなら、なぜ士分と同じに取り扱ってはくれん。今日までは下郎でいい。俺は下郎に違いないんだから。しかし、今夜は討ち入りだ。討ち入ったなら、下郎の俺は士分の人のように武芸は上手でないし、一番にやられると覚悟しなくてはならん。そんなことぐらい、お利口な太夫さん、わからないことはなかろう。人間、最後の時だ。せめて、金ぐらい自分並みに分配してくれたならどうだ。やめだ。俺は、討ち入りはやめだ。誰がそんな奴に忠義をするもんか。人を馬鹿にしてやがる。吉右衛門がうつむいて心の底から怒りに震えていると、では、支度に、と蔵之助が言った。そして、吉、と振り向いて金包みを膝の前へ投げた。それは小判でなく小粒らしく小さい紙包みであった。吉右衛門はうつむいたままお辞儀をして、くそ、もういらねえ。もういるもんか、と思ったが、押しいただいて懐へ入れた。富の森助右衛門が帯に入れる鎖、小敵、鎖鉢巻、藍印の切れなどのひとまとめにしたのを配って歩いた。そして、吉右衛門の前へ来ると、吉はいるまい、と言った。蔵之助が、吉はわしについておればいい。と言った。二、月は走る雲の中に薄く姿を現していた。何の物音も。それは空にも地にも人々の間にも起こっていなかった。もう話をすることもなかったし、平の屋敷の前であった。槍の先をキラキラさせて、黒い影の人々は二手に分かれた。父上、力がこう言うと、蔵之助はうなずいただけで、すぐそばの者に指で何か指図しながら、門の方へ歩いていった。吉右衛門は、これが一世の別れだのに、なんて礼だな、と思った。自分の言うとは、人の倍もするくせに、力の嫁さえ取ってやらずに。厳格な家庭で。家庭という理とで、まるで違った人になるように、この人の表面と腹の中とは、全く違うんだ。女は好きだが、いや。女だって、祇園の儀に暇をやるのに、紙くずを捨てるようだった。奥さんを田島へ返すのも、今みたいだった。腹は冷たい人なんだ。坊ちゃんが泣くのに、父の血を一つ見せないんだ。
俺をゲロ扱いにするぐらい不思議じゃない。寺坂は雪をドブの中へ蹴落としながら逃亡するのにいい木を考えていた。一人がはしごを伝って屋根へ上がった。はしごには次々に人が伝って登りかけていた。門のところにかすかな音がして木がきしると、門内の白い雪がくっきりと両扉の間に現れて、すぐ広々とした玄関先が展開した。人々は静かに入っていった。一人が玄関先の雪の中へ竹に書類を挟んだものを突き立てた。お前、ここにおれ、と蔵之助が寺坂に言った。そして、人々と一緒に門内へ入ると、ターンと長屋の戸へ矢をいたてて、そこにいる人々を威嚇するのが合図であった。正面の玄関の板戸が掛け屋の一撃で凄まじい音のもとに折れ砕けた。トン、ターンと矢の戸へ立つ音。庭へ走って回る人々の足音。板戸の裂け、砕け、敷居が外れる音。時にそんな物音が起こり、人々の働きが始まった。そしてそれと同時に表門がきしって閉まりかけた。これだ、と吉右衛門は唇を噛んだ。どこまで俺を恥ずかしめるのだ。どこまで馬鹿にしやがるのか。下郎には人間の魂がないと思ってやがる。誰がお前らについて行くものか。皆殺されてしまえ。付け人に切られてしまえ。畜生。吉右衛門はしばらく門の閉まったのを睨みつけていたが、うつむいて歩きかけた。そして両袖に縫い付けてあった藍印の切れを力任せに剥ぎ取って、ドブの中へ叩き込んでしまった。庭内に幅の広いどよめき、それから部屋の中でらしい鋭い掛け声、歓声、板の踏み鳴らされる音、障子にぶつかる音、それと一緒に林家の庭内にも物音があちこちに起こってきた。吉右衛門は、見つかったら大変だ、と思った。そして鎖鉢巻きを懐から出して、ドブへ投げ込み、羽織の下の方に縫い付けてある藍印を手早く剥がして、雪の中へ捨ててしまった。そして、物音に気を配りながら、平亭のそばを離れた。今自分、うろうろしていて、見回りにでも怪しまれたら大変だ。と思って、暗い軒下へ入って、そのうち、大騒ぎとなりゃ、それに紛れて逃げ出しゃいい。手も足も凍えてきた。手を懐中へ入れると、蔵之助のくれた金包みに触った。吉右衛門は、紙の上から掴んでみて、小粒なら相当にある、と思った。そして、棚底へ乗せて、重さを考えてみた。金にすりゃ、重量ほどがとこ、重みがあるぞ。そう感じると同時に、左右を注意して包みを開いてみた。白い銀子が光っていた。重量以上あるらしかった。重量くれたってありがたくねえや。反抗的にそう考えてみたが、蔵之助がなぜ自分にだけこんなに別にして多くくれたのかわからなかった。人間、金よりは気持ちだ。おいら、一両だっていいから。みんなと同じように分けて欲しかったんだ。大高め、四十六と言いやがった。俺だけ頭数に入ってねえんだ。人を馬鹿にしてやがる。かすかにどよめきが聞こえてきて、だんだん高くなってきた。やってやがら。平にだって、うんと付け人がいるんだ。切られてしまえ。みんな切られろ。俺は国へ戻って、
豪商楽に暮らすんだ。もう死はこりごりだ。人の走ってくる足音がした。吉右衛門は体を引いて小さくなった。平の隣らしく少し離れた塀の上に大提灯が立って人声がしていた。ちらっとかすめて提灯が走った。話し声が走っていった。さあ、この間に、と思って吉右衛門は雪の中へ出ると、大変だ、大変だとつぶやきつつ、小走りに歩き出した。行く手から横丁から時々人が走り出してきた。誰も吉右衛門を怪しまなかった。川の上の広々とした空が見えるところまで出ると、何の物音も聞こえないし、人の走りもなかった。今夜は酔いから死ぬことばかり考えていたが、こうして江戸を見ると、人間、こんな面白い世の中に生きてなけりゃ損だ。俺は、ここ一、二年、侍の化け物に疲れていたんだろう。下郎のくせに、仇討ちなどと。そして、おしまいまで、下郎扱いにされて、大損したぞ、畜生。それでも、冷めてよかった。バカバカしい。仇討ちをしたところで、また俺は、下積みされてしまうか、それとも、下郎なんか入っていては恥だと、あの安兵衛など切り上がるかもしれない。悪い夢を見ていたものだ。人を恨もうよりも、下郎の分際で死の中へ入ろうとしたのがいけなかったんだ。下郎の手まで借りたと言われちゃ恥だからな。そうなんだろ？俺にこんなに小粒をくれるのは逃げろって謎だったのかもしれねえ。いい景色だ。これでカラッと晴れりゃいいお正月が来るんだ。仇討ちよりゃお正月の方がよっぽど景気がいいや。吉右衛門はしばらく橋にもたれてぼんやりと考え込んでいた。もうそろそろ早立ちの旅人の通る時分だろう。吉右衛門は橋番所から怪しまれないように人通りのあるのを待とうと思って人家の軒下へ入ってしまった。四。とっつぁん、寒いのう。吉右衛門は荷売り屋へ入った。薄暗い土間に立って、かまどの火に顔を照らしている老人が、これはお寒いのにお早くから。何でもいいから一本つけて。吉右衛門は鍋の下から運び出してきた火に手をかざしながら、濡れた草履を脱いで店の前へ上がった。やっこさん、お一人かい？葛西まで、お使いの戻りだ。この雪にもう。吉右衛門は、ニシンと味噌汁と酒とを前にして、うまい。ああ、うまい。久しぶりでしみじみと打ち解けて味わえる。酒を飲んでいてもあだ打ち。飯を食っていてもあだ打ち。一体、あだ打ちをして何になるんだ。死ならとにかく、こんな下郎が、人の真似をした猿のモノマネだと、そう言われたって仕方がない。実際、物の役にも何も立たないんだから。付け人に切られてしまうか、キラの小物とかじりっこをして、花の頭でも食いちぎられるか。ゲロはゲロらしく。心よく家通って血の中へ巡っている酒を微笑して首を傾けて、うめえ、と言ったとき、じいさん、と叫んで一人の若い者が軒下へ立った。そして口早に、偉い者が通る、早く見に行けよ。何がさ。何がって、そら。播州浅野の人情があったろ。うん、あった。
その家来が、ゆうべ、吉良上野を討ちに行って、今引き上げてくるんだ。ばあ、店頼むぞ。なんじゃ、じいさん。上杉から人数が出て、おめえ、そのあたりで一戦やろうってんだが、二度と見られねえぜ。若者が走り出した。ばあ、はよせんか、と、じいが叫んで、雪の中を走って出てしまった。撃ったのか。吉右衛門はため息をして、皆殺しされてもいいし、吉良を撃ってもいいし、そっちはそっち、こっちはこっちだ。しはし、下郎は下郎。吉右衛門は一息に酒を飲んだが、ちっともうまくなくなっていた。ちょっと見に行きたいが、いや、見つけられでもしたら。おはようござります、と、ばばが出てきた。吉右衛門は、うなずいただけであった。じいは、何しに出ましたい。さあ、と言ったとき、表の雪の中を、一人、二人。走って行く人々が、みるみる増えてきた。口々に何か言いつつ、目を前方へじっと据えて一生懸命に走っていった。なんぞえな、とつぶやいて、ばばが表へ出た。そして右を見て、おやおや、槍の方が光ってるぞな。あなた、出てみなさらんか。こりゃ、えらいことじゃぞ、あなた。吉右衛門は立ち上がって表へ出た。人はどんどん走っていた。右手を見ると人垣が重なり合っていて、その頭の上、肩の上に引き上げていく人々の頭、槍が動いていた。ずいぶん残っている。30人もいるかな。うまく打ち取ったらしいが、もう俺には関係のないことだ。吉右衛門は、ばあさん、もう一本、と言って、うちへ入ってしまった。五。神奈川まで来たとき、冬の日は薄暗くなっていた。それに、雪解けの道を戸塚まで乗すのは、骨であった。吉右衛門は、松屋へ泊まった。柱に二本の灯芯の油皿の明かりがあるきりで、湯気と暗さとが一緒になっていた。狭い、汚い風呂場であった。吉右衛門が入っていって、はい、ごめんよ、と言ったが、誰も答えないで、えらいことをやるもんだの。忠義の死だよ、と一人が大声を出していた。なんしろ。キラの付け人ってのが七八十人もいたが、一人も切られずに、無事に、おめえさん、光月を打ち取ってきたってのだから、なんとすごい腕じゃござんせんか。ねえ、あなた。まったく。しかもさ、その四十七人の中にゃ、お前さん、なんとかって下郎が入っているって話ですぜ。吉右衛門は、はっとした。そして小さくなって湯船の隅へ入った。おぼろげに四人の男の影が見えていた。年二両しかもらわねえのに命を捨てて尽くそうってんだから、こいつがまず忠義の大将だね。大将は誰だ？大石って国家老だってことだ。どっしりして大将みたいな名だの。四十七人って本当に四十七人なのかい。キラの屋敷の玄関にちゃんと打ち入りの口上と名を書いたのとが残っているんだ。江戸じゃもう瓦版が出て生命から石高までわかってるそうだ。明日になりゃわかるだろう。それとも、遅く着く人が持っているかもしれねえ。切られ光月首なしの段。あわわわわ。話をして、うだっちまった。頭がふらふらすら。一人が勢いよく湯を跳ねて飛び出した。
そして吉右衛門に、ごめんよ、と声をかけて、あなた、瓦版をお持ちじゃないかな。持っちゃいませんが、少しは知っていますよ。知ってなさるか。ふーん。大石、なんて方です、大将は。大石蔵之助義勝。そうそう。そうだ、そうだ。大石蔵之助義勝ってんだ。それから、忠義の下郎は。下郎？下郎は、寺坂。寺坂蔵之助義勝か。なるほど、いい名だ。しっかりした下郎らしい名だ。それから、四人が吉右衛門の周囲へ集まってきた。吉右衛門は手ぬぐいで顔ばかり拭いていた。六。吉右衛門は江戸へ引き返してきた。宿でも湯屋でも髪結い床でも打ち入りの話ばかりであった。瓦版の読み売り屋は次々に新しく聞いた材料、作り上げた話をすり出して町中を呼んで歩いていた。番長の堀内源太左衛門正春先生のところでは、門人から6人まで義士を出したって、今日大阪盛りだって。そうだろうな。嬉しいだろうよ。髪結い床で小物が話をしていた。吉右衛門は髪をすかせながら目を閉じて聞いていた。あの寺坂吉右衛門って中間は、おめえ、どう思う？偉いじゃないか。てめえだ、ちっとばかし違うの。何を？てめえなんぞ、安与鷹ばかり買い上がって、打ち入りと聞いたら腰の抜ける方だろ。どうだ？ちえねえ。ところで、その寺坂め、仙岳寺の人数の中にはいないんだっての。そこが遠慮。なんとかってんだ。国元へ知らせの役に行ったんだろうって、屋敷の御用人がおっしゃってたが、そうだろうよ。下郎は父じゃねえから、お上でも多めに見らあな。それに、侍が一人いなくなったといや、命を惜しんでと噂されるだろうし。誰も国元へなど行く人はないだろう。何しろ、偉い人ばかりだからの。そこで、寺坂頼むってなことになって。おめえ、生き残って寺坂でござい。品川へでも行きゃ、女にモテるぜ。ところ。そんな奴に限って、あまり男ぶりは良くねえに決まってら。てめえの面はなんだ。よく鏡を見て熱を出さねえの。おめえな、また、化け物がびっくりしたって面だ。菓子のお玉が抜かしてたぞ。陣内の面を見ると、ブルブルとするって。へん。ブルブルっと、嬉しがるんだ、このトンチキ。一生、トンチキかな。俺でもね、主人が殺されりゃ、打ち入りに行くぜ。ヨタカのところへか。本当に、嘘と思えや殺してみな。人間、男と生まれたからにゃ、松代まで名を残してや。瓦版になって、鈴木金作本所の仇討ち。さあ、上下二冊揃って十文。女が喜んで、寝かけも殺されたいよ。よしやがれ。それで仇が撃てるけ。これが敵を欺く計画だ。同じ下郎でも大違えだ。なあ、エビどこ。床屋の主人が髭を剃りながら、おいら、一生人の頭をいじって、おまんまを頂戴しなくちゃならんし。人間様々だ。寺坂なんて人は100年に一人だ。羨むにゃ当たらねえ。そうだそうだ。下郎は下郎らしく身分相応にしていりゃいいんだ。
お玉をかかにしようなんて諦めろよ。吉右衛門は、俺が門前から消えてしまったことを誰か喋るかしら。喋るだろうな。いや、もしかしたなら喋らんかもしれん。太夫は喋るまい。第一に、俺は下郎だ。四分の奴でさえ、間際に逃げ出した者が四五人もいるんだ。何が卑怯なもんか。喋らないとすれば、死案だ。国へ打ち入りの顛末を知らせるため、一人抜けて出た。なるほど、うまい口実だ。もし、皆が除名されたとしたなら、どうせ、役に立たんから、打ち入りを見届けて、国元へ知らせに参りました、と、こう言ってもいいし、もし、皆が切腹か、打ち首にでもなったなら、死めたものだ。誰が何を言おうと、俺の口先一つで、何とでもなる。ちゃんと名の入っている書き付けが、お上の手に、あるんだからな。除名か切腹か。それを見届けてから国へ走るか、先に走るか。寺坂は自分を同志の中へ加えたくなってきた。四十六人、皆無事だ。そうと知ったなら、うち行っておくのだった。いや、うち行っていたなら、一緒に切腹かもしれん。誰もあの時、俺の逃げるのを見てはいなかったんだ。口実は何とでもつく。よし、俺は仲間へ入ってやろう。入れることにしてやろう。そうでもしなけりゃ、埋め合わせがつかん。人を虫けらみたいにしやがって、その虫けらが一番いいくじを引きそうだ。吉右衛門は明るい心になって微笑していた。七。まあ、吉右衛門、どうしたえ、上がるがよい、さ、と、玄関へ出てきた大石の妻が嬉しそうに言った。まだお知らせは。何を？首尾よく、キラをお討ち取りになりましてござります。これが、その。え？キラ光介を。吉右衛門は瓦版を三通取り出して、ところどころ字が間違っておりますが、太夫様以下四十七人、一人残らず無事で。妻は薄く涙をためて、青ざめた顔になっていた。吉右衛門は、俺の逃げたことがバレても、一番先にこうして知らせておけば、罪滅ぼしになる、と思った。お前も、この中へ入っていなさるの？いいえ、手前はほんのお供で。詳しい話を聞きましょう。さ、上がって。これ、すすぎをはよ。いいえ、これから、科学寺へ参りまして、また江戸へ。江戸へ？どう処置が決まりますか？皆様のご先導を見届けたいと存じまして。それにしても、ちょっと上がって。そして、力は働きましたかい？ええ。吉右衛門はうなずいて、何しろ、皆様ご無事で、こんなめでたいことはござりません。江戸はもうこの噂で持ちきりで、日本一の忠義の死だと。奥様、おいおいここへも知れて参りましょう。ずいぶんご苦労なさいましたが。吉右衛門はそう言いながら、この人も下郎もちょうど同じだ。どっちも人間扱いにされずに、そしてされなかったから一番いいくじを引くことになるんだ。妙な巡り合わせに、なるものだな。人間っていうやつは、と思っていた。いつの間にか妻は手をついて顔を伏せて
袖で涙を拭っていた。それを見ていると、吉右衛門は、なぜか自分も悲しくなってきた。八。吉右衛門、切腹と決まった。と言って、北条が入ってきた。はい。今、知らせが入ったからと使いが来た。お経でもあげよう。北条がそう言っていると、村の庄屋の声で、これを一つ吉右衛門さんに、と、栗で言っているのが聞こえた。切腹に、な。吉右衛門は、うなだれてしまった。吉右衛門、胆量を起こすでないぞ。この上は、諸子の御所をよく弔うのが何よりの務めじゃ。老いばら切ろうより、何を知ろうより、弔ってあげなさい。他人の百遍の念仏より、お前の一度の念仏の方が、良い功徳になる。吉右衛門は心の中で、これで安心した、とすっかり落ち着くとともに、なんだかすまんよな、とも感じた。俺のことは喋っていないだろう。喋ったって相手は死んだのだし、俺は生きているんだ。他の奴が何を言ったって、太夫は人に話さずに、俺だけに話をして、国元の女房へ知らせてくれと言っておられたからといえば、それでいいんだ。だが、切腹と決まれば、俺の名も連ねてある以上、俺へのお咎めは、そう思うと不安になってきた。さあ、吉右衛門、堂々しよう。手前、何か、吉右衛門、短気なことをしたなら、いいえ、これから江戸へ参って、後始末をすることがござります。太夫と二人で話をしておきましたことで、ただいまからすぐ出立して。そんな、それはあまり。いえ、吉右衛門は立ち上がった。それでは、止めませんが、行ったり来たり遠いところを、すぐ戻ってまいります。頼む。この村の名誉だでの。吉右衛門は小さい氷から茶飯を出して当てながら、これで咎めさえないと決まったなら、俺のものだ。村の奴ら、家まで建ててやると言ってくれるし、忠義無類の下郎にはなるし。そうだ。士分ではないし、討ち入りにはついていったが、門にも入らないのだから、罪にはなるまい。徒党を組んだ罪。そうだ、そいつがある。とにかく、俺を召し取るか取らぬか噂を聞いて。金はあるし。旅へ出て噂を聞いた上での分別と。吉右衛門は支度をして立ち上がった。どこへ？今自分から、と村の人が声をかけた。江戸へ行ってまいります。吉右衛門は丁寧に答えてお辞儀をして。まあ、村の人々はそれ以上に物を言わなかった。この村の人を丸めるのはわけはないが、江戸の役人は俺の逃げたのを聞いているだろう。逃げたから。罪にはならんか。逃げたことが奉行所から江戸中へ漏れているか。今度江戸へ行っての噂が俺の運命を決めるんだ。あまり褒められすぎているから、逃げたことが漏れたとき、その逆が来たなら。いや、俺は生きている。物が欠ける。どんなことを言っておいたところで、何もかも知っているんだから、俺から何とでも弁解することができる。心配することはない。士分が切腹だから、俺は切腹せんでいい。
切腹でない。そうだ。江戸お構い。そのあたりのところだ。そうだ。吉右衛門は一切が明らかになったように思えた。微笑しながら早足に江戸の方角へ歩み出した。義士、寺坂吉右衛門。俺を散々下郎扱いにしたが、そいつらが46人で俺を一番幸せな人間にしてくれたんだ。だから義士だ。あはははそうだ。俺にとってこそ本当の義士だ。吉右衛門は声を立てて笑った。この一点は作者の空想ではない。寺坂吉右衛門が内入り島や逃亡したということは明らかな事実であるが、俗説として47人の中へ加えられているのである。簡単にその証拠を挙げるが、徳富蘇峰氏の近世日本国民史、元禄時代中編、311ページに寺坂の使命と称すべきものは一つもこれない。さらば、その司祭というは到底不可解だ。しかし、強いてその解釈を求むれば、彼の司祭は毛利小平太の司祭と同一だ。すなわち、臆病風に襲われて一命が惜しきばかりに逃亡したということだ。その他、いろいろの信ずべき書に出ているが、詳しく書く必要はないと思う。